こんにちは。歴ショックです。今回は、剣王と評され、25年の長きにわたって後世からも称えられる治世を行った一条天皇の生涯について紹介します。一条天皇は、貞子をはじめ、これ力中野関白家の影響を幼い頃から大きく受けて成長しましたが、道高死後の長徳の変では、家族同然のこれ近をかばうことなく断罪するなど、公私混同せず天皇としての責務を果たしていました。権力者となった道長との良好な関係を第一に政治を行ったものの、愛する貞子との関係だけは別で、道長の批判を意に介さず貞子と王政を重ね、待望の王子、厚安親王を設けました。しかし、道長の娘、明子を無視することはできず、遠遊行動を確実に伝えるために明子ともこうなし、最後には自らの意志に反しながらも、対極的な見地から道長の血を引く厚平親王を後継者に据え、若くして亡くなります。今回は、貞子との愛、道長ら貴族たちとの関係、ただ一人の遠遊行動の継承者としてのプレッシャーに挟まれながらも、見事にバランスを取り混沌とする政局を乗り切った一条天皇の生涯について紹介します。幼くして即位するも、中野関白家の愛を受けて成長する。一条天皇の出自。一条天皇は980年、遠遊天皇唯一の皇子として、藤原の兼家の娘、明子を母に、兼家の邸宅、東三条殿で生まれ、康人と名付けられました。遠遊天皇が21歳、明子が18歳の時の子で、後に妃となる貞子の3歳年下、明子の8歳年上にあたります。父の遠遊天皇は、もともと兄の冷泉天皇が皇子を設け、皇子が成長するまでの中継ぎとして皇位についていましたが、自分の子孫で皇位を独占する野心を持っており、即位から11年目にして生まれた待望の後継者が一条天皇でした。遠遊天皇自身、兼家の姉、安子を母に生まれるなど兼家とは深いつながりがあり、中宮である藤原の兼道の娘、照子が亡くなって以降、明子の唯一の対抗馬となっていた信子の父、関白藤原の頼忠は縁戚関係がほぼなかったため、明子が優先されたものです。ただし、遠遊天皇が敵視する冷泉天皇にも兼家は長女桃子を受胎させ、家定親王などが生まれており、兼家を信頼しきれなかった遠遊天皇は、982年に明子ではなくこのいない信子を中宮に立て、怒った明子は代理を出て実家に帰ってしまい、夫婦は別居状態となりました。結果、一条天皇には同母弟が生まれる可能性がなくなり、信子など他の妃にも子ができなかったため、一条天皇は遠遊天皇ただ一人の皇子となってしまい、後年、弟を天皇に立てると言ったこともできず、皇統断絶の危険をはらみながら25年にわたって天皇の位につき続ける要因となります。遠遊天皇が兼家との対立の末に984年に退位すると、一条天皇は崋山天皇の皇太子に立てられます。そしてその2年後、兼家や遠遊法皇、明子の策謀で、すでに有力貴族に見限られ孤立していた崋山天皇が関内の変で退位させられると同時に、わずか6歳で即位します。6歳での即位は、120年後に鳥羽天皇が4歳で即位するまでは最年少記録で、皇太子となった家定親王は10歳と逆転現象が起きるほど異例のことでした。即位当初の一条天皇は当然政治には一切関わらず、摂政の兼家、皇太后の明子と遠遊法皇の主導権争いに振り回され、不敬をもって関わろうとする遠遊法皇に明子が武権で対抗するため、常に一条天皇のそばに控えていました。しかし、即位翌年の987年には早くも病気になり、兼家が飛んで駆けつける事態となっており、病弱な一条天皇を見てか、兼家は一条天皇は中継ぎであるかのごとく、家定親王に娘、安子を受胎させるなど、なおも冷泉皇統を本命視するような動きを見せています。989年には、兼家は遠遊法皇の大反対を押し切り、藤原氏の氏神である春日大社へ一条天皇を行幸させ、自分の権勢をアピールしており、この時の行幸は一条天皇にとって、生涯唯一の山城の国の外に出る経験となりました。兼家の権勢がいよいよ高まり、道高も内大臣に就任し後継体制も固まる中、一条天皇は990年にわずか10歳で元服し、
このためにわざわざ太政大臣に就任し、摂政から権限が縮小する関白になることも厭わなかった亀家に加冠され、大人として扱われるようになります。これはすべて貞子を受胎させるためだけに行われたもので、晶子や大人の女官に囲まれて育ってきた一条天皇にとっては、貞子は初めての同年代の女性でした。貞子は、宮仕え経験のある母に、当時の高貴な姫にありがちな奥に引きこもる受け身な性格でなく、自ら積極的に前に出て親しみやすい宮仕えの根は暴風の明るい性格に育てられており、まだ10歳の一条天皇の成長において大きな影響を与える存在となります。同年には亀家が亡くなり、道隆がほどなくして貞子の中宮立候を強行する中、即位以来一条天皇のそばを離れなかった晶子が貞子に追いやられるように代理を退出するなど、一条天皇周辺の環境は激変していきました。991年には圓遊法皇も亡くなりますが、一条天皇は早くから貞子と良好な関係を築いており、圓遊法皇の死をいたずらの材料に乳母の藤原の茂子を夫婦でからかうなど、亀家と対立していた圓遊法皇のことは思えないほど、父を軽く扱い中野関白家にどっぷり使っていました。藤原の惟近も夫婦のもとに頻繁に訪れ、枕草子に描かれる鶏の鳴き声に一条天皇が驚いて目を覚まし、惟近が即興で監視を吟じ場を盛り上げた話も、元は惟近が一条天皇に監視の講義のため訪れていた時の出来事で、一条天皇はいとこに過ぎない惟近のことも個人的に信頼するに至ります。一条天皇の周りには、貞子はじめ惟近や道隆など中野関白家の面々が常におり、一条天皇は高い教養を持ち雅なやりとりを繰り広げる中野関白家を新たな家族とし、笑いに包まれた幸せな空間で成長していきましたが、ほどなくしてこの幸せは崩壊していくこととなるのです。中野関白家を優遇したい気持ちを抑え、天皇としての責務を全うする。権力闘争における一条天皇。一条天皇が14歳になった994年には疫病が大流行し始め、道隆が惟近を内大臣にするなど後継体制を強引に固める中、道兼、道長、晶子は道隆への反発を強めていき、一条天皇にとって大事な中野関白家は孤立し始めます。一条天皇はなおも中野関白家を重視し、995年に入り体調を悪化させていた道隆を気遣って、中野関白家が貞子の在所に勢揃いする場に現れて、見せつけるかのように貞子を貴重の奥へ連れて行き、昼間からベッドインするほどでしたが、権力安定につながる王子誕生は果たせませんでした。道隆にいよいよ死が近づく中、後継争いも熾烈になっていき、15歳の一条天皇は、惟近を関白に推す道隆と、道兼への兄弟順の継承を主張する晶子の板挟みになるも、両者の意見を聞きつつ一人の大人として独自に判断を下します。それが、道隆が病の間だけ惟近を内乱にするというもので、一条天皇はこの後、高階氏が病の間の期限を削除する工作を試みたり、道隆が改めて惟近に関白を望んでも一切認めないなど、中野関白家の言いなりにならない、天皇としての大局的な判断を優先する姿勢を取り続けました。道隆の死後、惟近の内乱は止められ、道兼が新たに関白になったものの直後に亡くなってしまい、惟近と道長が再び後継候補に上がります。どうも一条天皇は、内大臣と上の地位にあった惟近を推したようで、道長を推す晶子と妥協の末、関白ではなく内乱として、道長が後継者となりました。この後、道長は惟近を超える右大臣となり、晶子の指示のもと権力者の座を固めていきますが、惟近は道長と対立した末、996年になって、自滅するかのごとく、弟高家と共に火山法皇に絵を追いかけたことに端を発し、晶子、道長への違法な呪詛なども合わさり朝徳の変へと発展します。一条天皇は一連の事件で、道長らに強制も介入もされることなく、自身の判断で惟近らを罰することを決定し、貞子が惟近らをかくまった際も強制立ち入りを命じ、最終的に流罪とするなど、家族同然の中野関白家相手でも公私混同せず、天皇として毅然とした対応を取りました。この騒動の間、貞子は一条天皇との子を身ごもり、年末に第一子となる長子内親王が生まれていますが、
貞子は騒動の中で衝動的に出家し、妃の資格を失い代理を離れてしまっており、一条天皇の家族は朝徳の変をもって崩壊します。これにより、藤原の秋光の娘元子、藤原の金水の娘義子が、遠慮する必要はなくなったとばかりに相次いで受胎し、998年には亡き道兼の娘、高子も受胎しますが、一条天皇は義子、高子のことは遠ざけていました。ただし、皇太子の家定親王がすでに厚明親王を設けていたこともあり、遠遊皇統の後継者を設けるべく元子のことだけは寵愛し、元子は997年後半に解任の兆しが見えたものの想像妊娠だったようで、ついに一条天皇の子を産むには至りませんでした。一条天皇の心はやはり貞子にあり、出家した身のため妃の資格がないと多くの公卿が批判する中、これ力の処分では対極的な判断を下していた一条天皇は、ここだけはわがままを貫き、貞子をたびたび代理へ招き入れては周囲の批判を浴びています。この間も天皇としては成長しており、九郎殿等となった藤原の行成の働きぶりを褒めて臨時に従四位の上に挙げるなど人心掌握に努める一方、奄美海賊が九州に襲来した際は、太宰府からの知らせで代理が汚れの規定に抵触する中、道長に対し汚れを忌む必要はないと提案するなど、物事の本質を見る優秀さを見せていました。998年に道長が重い病にかかり出家の意思を示した際も、道長に代わる人材がいなかったこともありますが、道長の引退を認めず、変わらず政治パートナーに留めており、対極的判断には目を見張るものがありました。そんな一条天皇でも貞子のことだけは別で、999年には、道長の娘、明子の受胎準備が進む中、密かに貞子を代理に再び招き入れ、道長はじめ公卿が非難する中、貞子は第二子を解任します。一条天皇にとっては、貞子への愛に加え王子誕生も最重要事項で、王子誕生を願ってか、明子、道長臨席のもと、生まれたばかりの飼い猫に目の戸をつけ、昇殿させるため御意の位階を与えるという、実助が日記で前代未聞と嘆くような儀式も行いました。そして、貞子は待望の王子、敦康親王を出産しましたが、貴族社会は出家し実家も没落した貞子の王子誕生を歓迎しておらず、一条天皇は愛する家族を逆風から守りながら、道長はじめ貴族たちに天皇として向かい合っていくこととなります。道長は畳みかけるように、受胎したばかりの明子を貞子に並ぶ中宮に押し上げるよう迫り、明子も同じく迫ったため一条天皇は心労から眼病になってしまうほどで、貞子にとってマイナスの立候をギリギリまで悩み、一度立候を確信した道長が、決心が固まっていないことを知り日記を慌てて訂正するほどでした。結局、行成の活躍もあり、史上初の一帝二皇が実現したものの、明子を前にしても一条天皇は隙を見て貞子を愛し続け、千年に貞子は第三子を解任します。この頃には、夫婦が小部屋に隠れて、清少納言が女房衆を訪ねる貴族たちの様子をこっそり観察していたといういたずら心あるエピソードも残されており、貞子が出産のため代理を退出した後も、再び妊娠中ながら周囲の批判を意に介さず貞子を呼び寄せるなど、相変わらず仲睦まじい関係は続いていました。一条天皇は敦康親王を親王の位につけ、いつでも立体視できる状態にして貞子を気遣っていましたが、貞子は出産後間もなく亡くなってしまいます。一条天皇は、せめて盛大に弔おうと道長を呼ぶも、常日頃から貞子を妨害していた道長は、軽い病を大げさに叫ぶ明子の方へ行ってしまいついに参上せず、二人は最後まで藩中の関白家を貫いていました。貞子の死の翌年、明子が亡くなったものの、一条天皇は貞子死去時のひどい態度への仕返しからか、母の死に特に嘆くことはなかったと言います。この後、一条天皇は、貞子の残した三人の子を大事にしながら、まだ13歳の中宮明子、その父道長と向き合っていくこととなります。貞子とは真逆の明子を受け入れ、皇統存続を第一に考える。貞子死後の一条天皇。敦康親王は道長の意向で明子の手元で育てられていましたが、一条天皇は、明子の元で敦康親王の養育を担う貞子の妹、三重殿を寵愛し、死産で親子とも亡くなってしまうも妊娠させるまでに関係は発展しており、なおも貞子に囚われていたことが伺えます。
ただでさえ8歳も年下でまだ成熟していない晶子との関係は微妙で、一条天皇の愛する笛一つとっても、もっと老けと生やし立てる貞子とそのサロンと違い、引っ込み思案な晶子は、一条天皇が笛を吹く自分の方を向けと言っても、笛は聞くものだからと見向きもしないほどでした。この頃から、一条天皇が直接執筆を依頼したともされる清少納言の枕草子が宮中で流通しており、ますます貞子への思いは募っていったと見られています。この時期、唯一の皇子である厚安親王の外戚として、これ地から中野関白家の復権も進められており、恨みを買うことを恐れる道長の協力もあり、一条天皇は積極的に復権に動いていました。ただし、天皇として道長との関係も良好に保つ必要のある一条天皇は、紫式部の源氏物語執筆などの努力もあり、徐々に晶子との距離も詰めていき、元子との関係も続く中、一条天皇が26歳、晶子が18歳となった1006年頃から一歩進んだ関係に入ったとされます。そして、1008年に厚平親王が生まれますが、これにより厚安親王の立場は悪くなり、道長が厚安親王を軽視し始める中、厚安親王が第一皇子であることを主張するこれ地下も再びの呪詛の疑いで一時処分を受けるなど、状況は悪化していきました。一条天皇は皇子を設けるのが自分の役目とばかりに、続けざま2009年に晶子との間に厚長親王を設け、一安心したのか、早くの代替わりを望む道長の意向もあり、これ地下が亡くなった1010年頃から、退位後の御所と目される一条院内裏の造作も始まっています。しかし、一条天皇は翌1011年に重い病に倒れ、道長は後期とばかりに攘夷工作を進め、先走って攘夷に関する占いを行わせるも、天皇崩御の結果が出て号泣しているところを一条天皇に見られ、道長の企みを知った一条天皇はさらに病を重くしてしまいます。一条天皇も攘夷を考え始めますが、貞子への愛情以前に、正式な妃から生まれた第一皇子は過去の例からも後継者になるのが普通で、一条天皇は定石通り厚安親王を後継者に望んだものの、道長は自分の孫である厚平親王を後継者に望みました。一条天皇も道長憎しで厚平親王を排除しようとしていたわけではなく、厚安親王から冷静系の厚明親王を経て、厚平、厚長親王へ好意が渡ればいいと考えていたようですが、当時45歳の道長はそこまで待つ余裕がなく、厚安親王の排除を企みます。そして、本人に知らせないまま一条天皇攘夷の発議を行う傍ら、行成に厚安親王ではなく厚平親王を後継者にするよう論理的に説かせ、一条天皇は道長の強引な工作に不満を示しながらも、ついに厚安親王の立太子を断念しました。病に伏してからわずか3週間後、一条天皇は三条天皇に攘夷し、一条天皇25年の治世は唐突に終わりを告げ、その翌日、一条天皇の病状は悪化し、道長に臨終出家の意思を示すまでになります。一週間後には、道長、行成、晶子が見守る中、ついに最後の時を迎え、歌を一つ残し、31歳の若さでこの世を去りました。結果的に時世の句となった歌は、道長、行成によって微妙に語句が異なり、普通に考えれば晶子に当てたものとされますが、道長が晶子に当てたものに取れるよう改ざんして書き記した可能性も指摘されています。行成はこの歌を貞子に当てたものと解釈しており、その場合、一条天皇は晶子のことも大事にしながらも、やはり心の中には常に貞子がおり、臨終間際で自分の気持ちを抑える必要のない中、貞子への思いを最後に湧き出したとも考えられます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。